魔の社会と誠実革命という関係を、まあ、このシリーズでやってるわけですが、言葉狩りの社会の2番目ですね。私、まあ、30年ぐらい、テレビなんかに出てきたんですけども、まあ、その中でどん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 変わっていく、まあ、テレビとか新聞の取材ですね。まあ、本当に身をもって感じました。まあ、現在では日本で、まあ、自分が正しいと、人を傷つけるとかじゃないですよ。自分が正しいと思うことを、まあ、自由に言えると言ったら、書籍ですね、本、それから講演ですね。この二つは、自由にまだ発言できます。その他のところはほとんどダメになりましたね。まあ、テレビは本当に視聴者も多いし影響力も大きいんで、まあ、テレビの人が悪いっていうわけじゃないんですけど、やはり報道とか伝達ということについてのプライドをもっと強く持って、もらいたかったっていう印象はありますね。いくつかそういう大きな事件が私の身には起こりましたね。あるところで長く続いた、テレビ番組を降ろされるときにですね、そのテレビの役員さんが、重役さんですね、来られまして、まあ、武田先生には長い間ご苦労さになってありがたいと思いますが、私がもう少し早く、お会いしてね、言い方、問題にならない言い方をお伝えすればよかったっていう話を、まあ、僕をクビにするときに来られましたね。まあ、実に傲慢な言い方でした。それで内容はですね、いかにしてごまかすかってことなんですよね。いや、本当のことを言うのに柔らかく言うってことはいいんですよ。全然それ構わないんですけど、本当のことを言わないで、それをいかにごまかして言うかと、それで大事なことを視聴者に伝えたようなふりができるかっていうことをその時聞きましたね。だからそれは大きなテレビ局の役員でしたから、大きなテレビ局もここまでダメになってしまったんだなと思いましたね。我々っていうのは科学、私なんか科学とか、まあたまに歴史とかですね、そういうことを言うわけですが、それは本当に自分がそう思ってることを柔らかく言うとか影響がないように言うっていうのはいいんですよ。ただこうなんかそれを言ってるような感じで実は違うことを言うっていうのはね、まあ、その役員さんはそういう言い方でやってこられたんだと思いますよ。だから出世したのかもしれないけど、それは一般的には僕は通じないと思いました。そこのその問題ですね。もう一つ、これは別の放送局ですけどね、系統が全然違う全国放送ですけども、ある薬品、あるね、サプリじゃなくて、まあサプリと食品の間みたいなものですね、まあ健康食品みたいなものですよ。それが流行ってた当時ね、流行ってました。流行ってたからそのコーナーをやるということで、私にも事前に連絡ありました。それはニュース番組でしたけども、ニュース番組の体はなしてるけども、実際は情報局がやってましたから、若干内容としてはちょっと一個ひねってる番組だったんですけどね。で、私それこう調べましたね、ちょっと3日間ぐらいありましたから。そしたらかなり一部の人にね、脳の障害が出るんですよ、そのものはですね。やっぱり健康食品というのは、健康ということは体に作用するってことですから、体に作用するってことは、まあ 99% としては良くても 1% ダメとか、 90% 9割はいいけど1割にはちょっと問題があるとかいうことがあるんですよ。それは人間の体に何も影響しないとかね、お米とか魚みたいに長く日本人が食べてるってやつはまずまず大丈夫なんですけども、最近こう食べ出したとか、最近そういうのを使い出したっていうものはですね、よっぽど慎重に構える必要あるんですね。で、調べましたら結構ね、5% ぐらいの人だったと思いますけども、かなり重度なね、大きな健康上の問題が生じる場合があるんですよ。で、その医学論文を至急と、まあ、取ってっていうか、この頃ネットで見れますから、ネットで読んで、それでちょっと一部をプリントして出して、そして放送局に持ってって、それで番組の相談を、まあ、打ち合わせを1時間ぐらいするんですが、そこでですね、いや、こういう論文があるんだと。まあまあの人が障害が出るから、このコーナーはやめた方がいいんじゃないかって言ったら、やめないって言うんですね。まあそれは計画してますから。じゃあ分かったけど、私がね、一言こういう障害があるということも、言わせてくれって言ったらダメだって言うんですね。で、これもう寸前まで激論を交わしました。いや、もうそんなことなんだったらこの番組ダメですよと。
この番組を見る人はこの番組を信じて見てるから、ね、シンパだから、そこで障害が出ることを我々知ってて、それを言わないっていうのはやっぱりまずいですよ。わずかですけどと 5% ですけどと1割程度ですけどと、それ言わせてくださいと。ダメだったんです。ついにダメでした。で、その3ヶ月後に私クビになりました。だからまあちょっと厳しい言い方しますとね、今はテレビの番組の解説を長くやってる人っていうのは僕は嘘つきだと思います。嘘つきじゃなくちゃ今のテレビでは長くできません。それからもう一つ、これも全く違う系統の全国テレビですけども、ある時に多分ね、そこはあのディレクターぐらいの中間管理職がね、やっぱり僕の言うことの方が正しいんじゃないかと思ってたんじゃないかと思うんですよ。そこはこうディレクターがこう喋ることをこう書いてあってですね、事前にその枠内でしか喋れないっていう、そういう番組だったんですね。実はあの番組の名前は言いませんけど、皆さんがほとんどの人が知ってるような人気番組でした。で、まあ僕はあんまりうるさいからでしょうね、一回その番組編成会議みたいなのを出してくれたんですよ。したらなんか偉いプロデューサーかなんか局長みたいなのがいましてね、で僕はちょっと言いますとね、あ、ダメだこれはって言ったんです。僕に向かってですよ。年は45ぐらいだったと思いますね、僕が60か65ぐらいの年の時ですよ。僕に対してね、いや僕別に自分が傲慢じゃないですよ、向こうは僕が出演してくれてる大学教授の65歳、相手はテレビ局のなんかまあまあ偉い人で、役員ではないけど偉い人で45歳ぐらいですよ。ああダメだそんなの、こう言いまして、そういう言い方でした。ですからね、もうね、ものすごく傲慢なんですね。それでまあその番組がどうしてそういう編集してるかっていうの分かりましたよ。何しろもう自分たちが社会に言うということしか言わせない。それで僕そこにね出てた解説者一人一人も言ってもいいぐらいですよ、ね、全部その解説者はテレビ局の言うまま言ってました、それ僕だけが厄介だったんですよね。なかなかそれに従わないから厄介だったわけですね。例えば石油がどのくらいあるかってなこともね、僕資源学者だし自分でも計算してるしあれなんですけども、世の中ではすぐなくなるって言ってる、すぐなくなると言えって言うんですよ僕にね。いやそれ言えませんと、ね、僕は学者だから、まあ、一般的にはこう言われてると、私はこう思うって言い方はできるけどすぐなくなりますとは言えませんと、なくなりませんからとこう言ったんですけど、それで結局それを3回ぐらい、そのぐらいのことを3回ぐらいやってですね、それで結局そっちもクビになりまして、どんどんクビになってもう今では地上波にほとんど出れない。だけど地上波に最後に出れなかったのは面白いんですよ。あの韓国と日本の間がね非常に先鋭だった頃、韓国に旅行に行った日本の女性、若い女性がですね、ソウルの路上で突き飛ばされて、スカートなんか乱れちゃって本当かわいそうな映像が出たんですね、暴行を受けて。それを僕がねそのテレビで、いや韓国の路上でね日本人の女性をこんなに暴行させるってことがなると、日本に来た韓国の女性も同じことされますよってこう言ったんです。だからこういうことを やっちゃいけませんって言ったんです。そしたらね、武田教授は暴力容認と来たんです、そのあの時朝日新聞と日本共産党ともう一つなんか朝鮮の団体でしたね。僕は暴力が連鎖するからやめた方がいいって、こんなのはもう絶対もう放送もしない方がいいというようなこと言ったんですよ、それで韓国にも反省を促さないとお互いに行き来ができなくなりますよ。だってその韓国の路上で暴行を受けた日本の女性って何か暴行の原因があって暴行されたわけじゃないんですから、日本が憎いって思う人が暴発したんですよ。それも男でしたよ、女性に暴行を働いたのが。そんなことあっちゃいけないと僕思ったんですね。だけどこれはもうそれをもう得意げにみんなが伝えるから切り取ってですよ、まあ、前後10分ぐらい僕話してるんですから、韓国と日本はもっと隣国だからいろいろ感情があるね、歴史もある、だけども隣国同士だからやはり仲良くやんなきゃいけないって散々言ったんです。その中で一言だけそれを言ったんです。したらね、このくらいのことはもう今言えないんです。韓国で日本の女性を暴行したということが起こると、韓国の女性が日本に来た時にまたこういう事件が起こるかもしれないと、こう言ったらこれは暴力容認ってなるんです。だからね、どうしていいかわからないですね、暴力止めようと僕は思ったんですけどね、こういった配慮が
エスカレートしましてね、当たり障りのないように心が気づかないようにっていうのがあったんです。ところがね、それがどん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 エスカレートしていくんですね。だから日本社会が崩れていくんですよ。刀は刺した映像はダメだったんですよね。あれは暴力、人を殺すやつをこの腰に刺してる映像なんて可能な限り避けなきゃいけない。黒澤明監督の昔の映画なんか七人の侍とかとんでもないことだと、まあ、こういうことになるんですね。芸術がどん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 なくなっても今芸術がないですよ。だって事実の状態を示せないから。それからもう一つはほら、漫画で宮崎駿先生だね、監督の映画の中にタバコを吸ってるシーンが、それを削らないと公映させないと。いや、タバコ、今タバコやめてね、がんが7倍になってるの知ってます？タバコの方が健康いいんですよ。まあ、それはまあ学問的なことはいいけど、昔タバコを吸ってたわけですから。吸ってた映像を切ったらですね、その映画の芸術性が下がりますよ、やっぱりそれは。だからそこまで行っちゃった。ね？家庭の中もそうですよ。ね、家庭の中はね、ちょっと前まで、50年ぐらい前まではですね、お母さんは割烹着着て、お父さんが疲れて帰ってきて、お風呂入って上がって、子供も夕方帰ってきたら、みんなで丸テーブル囲んでね、お母さんがご飯継いで、みんなに渡してあげると。で、みんなが楽しそうに食べながら、一日の出来事をお父さんが聞いたりして話すと。もうこれ、シーンできないんですよ。男女、差別だ。いやいや、それはね、昔そういう状態だってことを知ってるからこそ、今、男女がどういうふうに生きるべきかってことを議論できるんであって、ね、それも難しい問題、含んでますよ。単純に平等でいいかなんてことじゃないですからね。女性は子供を産みますから。もうテレビで僕もひどくやられたことあるんですよ。男女同じことやるべきだっていう女性が出てきてね、ワンワン言うから、僕が、失礼ですけど、私身体障害者なんですって言ったんですよ。だから、え、武田先生身体障害者？失礼いたしました。どこが悪いんでしょうかって言うから、私には子宮がありません。子供が産めませんって言ったんです。これは一大欠点ですって言った。したら相手の女性はね、びっくり仰天して、その後黙ってました。だってね、男女が同じことをしなきゃいけないっていうんなら、男が子供を産めなきゃダメじゃないですか。だからまず子宮をつける手術をしてくれって僕言ったんです。ね？だから、それは女性の方がはるかに機能としては優れてますよ。だって子孫作れるんだから。おっぱいも出るし。男の少なくともちぶさからおっぱいが出るようにすれば、子育てもできますよ。だけどおっぱいが出なければ子育てってちょっと難しいとこあるんですよ。やっぱりお母さんが子供に、お乳をあげてる時に子供に対する深い愛情と、子供がお母さんに対する本当の信頼感というのを得られるんですよ。だからお父さんはあんまり信頼されてないけど、お母さんは信頼されてるんです。そういうことが全部ひっくるめて、どういうふうに男女がお互いに幸福に過ごしていけるかっていうことを議論したり、そういう難しい問題が含まれてる。それがですね、できなくなっちゃうんですよ。昔の家庭を映像で出せなかったら分かんなくなっちゃって。それからもっと進んできましてね。それから出てきたのが私にもできることっていうことなんですよ。これはね、一見関係ないように見えますけども、こういった配慮の結果出てきたんです。つまり、例えばね、花粉症という環境問題をなくすためには、森林の配置を変えて、そして人工林の伐採時期を決めて、どうして人間と森林がお互いにやっていくかっていう政策の問題なんです。政治の問題なんですね。政治と経済。この花粉症という環境問題を片付けるためには、私には何もできないんです。小学生が。こう、手をつないでね、私にできること、ないんです。実はね、温暖化に対しても、リサイクルに対しても、物を節約するに対しても、個人でできることっていうのは、まあ1割もできないんです。やはりほとんどは政策とか技術なんですよ。私にもできることにこだわると環境ってのは悪くなっちゃうんです、かえって。まあこれは私のね、水俣と四日市という話で十分にしておりますけどね。だから私にもできることってのはこれ嘘なんです。だけど、この配慮の社会ってのは嘘でも大丈夫なんです。配慮してるような感じが出てきたら、これでガラガラ変わってきましてね。さらに、もう今の世の中はですね、改ざんが平気と。どんなものを改ざんしてもいいんですよ。侍が刀刺してない。タバコ吸いがタバコ吸ってない。ね。家庭は全部お父さんとお母さんが並んで皿洗いをしてる。いや、昔ですよ。そういうのを平気でやれるような。
だから今のテレビの解説者なんてみんなそういうタイプの人です。だからどうにもなりません。特に国際的な問題ですね。今のハマスの問題とか、ウクライナの問題も含めて、中国の問題だとか、中印国境の問題とか、すべてね、アメリカの大統領選挙もそうですよ。そのものがほとんど全部が改ざんを含んで我々に伝わってくる。いや、僕ね、我々信用してたテレビの我々偉い人がね、何人か僕に向かって、いや、武田先生、そんなこと国民に伝えたら大変じゃないですかと言ったのを4回ぐらい経験してるんですよ。つまり、今の我々国民というのはね、本当のことを知ってる専門家が我々に伝えないようになってる。そのことをやったのは、実はテレビ、新聞かというとですね、それはそうなんですけど、やっぱり我々側なんですね。我々側が配慮する、心が傷つかない、それが大切なんだ。子供でもできることを言わなきゃいけないんだ。そういうことにも縛られて、まあ、このブログでも時々そういうコメントがありましてね、こんなこと言ったら先生どうのこう。いやいや、それはね、まあ、言えないことないけど、ちょっとそういうところに心が行き過ぎてないですかと。確かに、今、ダニハラスメント。この頃、なんか、句読点ハラスメントつって、文章の終わりに丸、句読点つけるとね、それが圧迫になるからやめた方がいい。まあ、そこまで来ちゃったんですね。だからまあ、それは人間社会というものがそういうもんですから、私も知ってはいます。だから別にそれについて、カッカ来てるわけじゃないですけども、日本社会には非常に大きな打撃になったし、それから我々は我々の子供たちのために本当の意味でかわいそうなことしました。こういう変な社会を作ってね、その影響は日本をダメにし、我々の子供たちに打撃を与えるんだ。そのことをやっぱり我々大人は分かってなきゃいけないと思います。